吉宗さん、スバルありがとう、アルプス牧場さんありがとう、ブルーシージさんありがとう、エミさんありがとう、カネチさんありがとう、スバルありがとう。やばい、まるともちゃん、少年さんありがとう、まつげパチラ打ってる、まつげここ生えてないからさ、あげたくてもあげれないんだよね。あがんないんだよ。なんかわかるかな、隙間ないんだよね。ソニーさんありがとう、マイヒナさんありがとう、マルトモちゃんありがとう、カネチさんありがとう、カシテカップさんありがとう、オーピーマスターさんありがとう、マイヒナさん、兄さんありがとう。さっきね、20時で配信予定入れてたんですけど、今日公演だったことを思い出したので途中から変えました、予定時刻すいません。テンさんありがとう、まともちゃんありがとう、ファオピーありがとう。お仕事で愛媛に来て、出席まで4歳の娘は、孫娘とラブラブしてた。そうなの、いいな。ひろしさん、まともちゃん、マスターさんありがとう、僕隊見てて本当に嬉しいです。どうでした、みんな最後の僕隊。なんかマネージャーさんにもよくダンスも上手くなってるし歌も上手になってるよって言ってもらって嬉しかったんですよね。まるともちゃんありがとう、12月何日会社休みしてもらうことに。本当ですか、嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しみです。それはうれしすぎるじゃん、ありがとう。今日か、決まった。で、昨日までさ、休めるか聞いてみますって言ってる状態だったよね。嬉しい。12月7日がミーの最後のライブになるので、最終活動日8日です。まつまちゃん、ありがとう。マスターさん、オノピー、ありがとう。いいな、ありがとう。こちらこそ。おらぴー、はるわさん、まるともちゃん、ありがとう。たたさん、ありがとう。ネットの時間って本当にない。本当にない。マジで少ない。もうないなって感じ。ちょっとご飯食べよう。兄さん、ありがとう。ズバミーパン、まだ公演、そうなんですよ、まだ公演中っていうことに気づいたので、読みました。イベント、キャンペーンの応援お願いします。キャンペーン頑張ってるので。リッチーさん、リッチーさんありがとう、最高のパフォーマンスだったと感じた、本当に嬉しい。タカさんありがとう、ヒナありがとう、ジュングさんありがとう、あと当てるかどうか、本当にそうだよね、できる限り多くの方に来てほしいなと思うんですけど、リョウさんありがとう、カマちゃん
かけ10ひなありがとう、ゼロさんにもでありがとう、当たりますように、マジで当たりますように、本当に本当に来てほしいです、当たってほしい、でててまつげ取れる、えちち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 ち、泣けちゃった、まつげ大事なのに、なんか左まつげだけないんだよね、全然やばいよ、抜けちゃった。お団子さん、ゼラさん、ありがとう、僕とエコロン1年出すっていう表情もよかった、よかった、ゼラさん、ありがとう、お団子さん、ありがとう、ジュリエットの最後のところかっこいい、あ、なんだっけ、タタ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 タ、ダラダランダラダラン、ゼロさんありがとう、幸せになるんだよみんなもね、逆に幸せになってねみんなも、ゼロさんありがとう、ピーポンの動き一つ一つに感動してた、嬉しい、エレベンさんありがとう、ゼロさんありがとう、さっき手羽先食べてうまかった、いいなー、ミも食べたいです、手羽先美味しいよね、りょうさん、くまちゃんの風船のやつありがとう、リアチューと最後出れて本当によかった、本当によかった、お団子さんありがとう、ウタンの配信は食べてるところしか見たことありませんそうですね、アナピー、奈良倉さん、M さんありがとう、好きすぎてもね、いや嬉しいですよ、一回でも多くのミーポンのパフォーマンス見て、マジでお願いします、来てください、会いに来てほしい、スバルありがとう、ピシトマトさんありがとう、クレミちゃんありがとう、やっぱその器具ってまつげ抜けることってあるよね、めっちゃありますよ、めっちゃありますっていうか、なんかこれなんか多分ビューラー、これビューラーって言うんだけど、ビューラーにもよるんだけど、これはめっちゃ抜ける、ミーが普段使ってるもう一個の方はカバンの中にあって今カバンの中にあるから取りに行けなくて、しとまたさんありがとう、ミポンバーでね、ビー来ちゃっててね、絶対見届けたい、本当にお願いします、サイサル、そうめっちゃきつい、めっちゃね、嫌なんだよね、隙間があるっていうか生えてない部分がある、くるみちゃんありがとう、リッチーさんありがとう、ピチトムットさん、カゴピありがとう、右のまつげも宿毛しないとカオピありがとう、プチトマトさんありがとう、結構目が合った気がしたね、あったよ、クリミありがとう、ありがとうございます、なんか今日本語やばかった、回転トイレ、そうなんかどんな感じなんだろうって思ってますやっぱいなくなったら誰を押せばいいなら、ミユを応援しといてください、将来のミユを、これからのミユも みんなの中では見れないかも、みんなには会えないかもしれないけど応援してください、おいしいおいしいです、うまかく、 STI さんありがとう、オンラインメッセージをコミュニティで募集しています。よろしくお願いします。オンラインメッセージをコミュニティで募集して、オンラインメッセージ、あれかな、なんか卒業の時のなんかやってるかな、募集してるらしいので、じゃあお願いします、皆さん帰ってください、私のために私のために
エメさんありがとう。さっきまで手紙書いてたよ。いろいろ書いてるから自分の理想だ。嬉しいよ。マクレイさんありがとう。リュウチの接待さん、マミーポンがいたからこそ感動的なの。嬉しい。マクレイさんありがとう。カニシカさんありがとう。すごく綺麗、本当に。オノピーレインボースター掛け字ありがとう。ニフミヤさんありがとう。ファンのミポン綺麗だな。本当ですか。結構髪伸びたくない？どう？目の代わりなんていない。まあね、そりゃあね、唯一無二ですよ。自分はみんなそう、自分はとか言ってて、みんなそう、みんな唯一無二だから、一人一人が一生見本して約束したからね。そうだよ、だから約束破るようなことしないでね。こんばんは、こんばんは。うさぎさんハートありがとう。マクレさんありがとう。ちゃんださんありがとう。メッセージカード、あー、マクレさん、カゴピン、ヤシムネさんありがとう。髪良くなった。いや、もうちょっと本買いにしたい。せめて首下ぐらい、ミディアムぐらい。なんか本当はセミロングぐらいがいいんだけど、まあこれからならまだちょっと結構かかりそうだから、ミディアムぐらいがいいかなって。リプ見てくれました？見ました。本当にたけるくんありがとう、いっぱい書いてくれて。なんかカブトムシ、カブトムシ、クワガタか、クワガタがを飼ってるのが同じなところみたいなやつがすごく、あ、そんなところまでって思ってほど書いてくれて嬉しかった。あとガルフィーが似合うところガルフィーが似合うところかって思って、ありがとうございます。最近シティーに興味を持っただけに後悔の気持ちです。もっと早く知ってたらって。いやー、でもシティーには可愛い子がいっぱいいて、すごく魅力的なものが敷き詰まってるグループなので、だからシティーで推しをいっぱい、多分推しだらけになっちゃうんですけど、推しをいっぱい見つけて、これからのシティーを見守っててください。いや、いないんですけど、私もでもみんなみたいに、みんなファンの皆さん方みたく、これからは応援側になるので、そう、大丈夫って言ったら何が大丈夫なのって感じだと思うんですけど、私もこれからの、私がいなくなった後の STU がどうなるのかなってめっちゃ楽しみで仕方ないです。どういう、なんて言うんだろうな、どうなっていくのかなっていう、新体制とかどうなっていくのかなって楽しみに思います。まだ STUまだって言ってももう1年半以上いて、少ないんですけど先輩方に比べたら。でもこの1年半でいろいろあったからこそ、これからのシティがすごく楽しみです。 M さん、カニフミヤさん、封筒師さんありがとう。短め、うん、うちの髪の長さ分けて、分けてよ。ここでさ、ここに、ここ
こにガムテープ貼ってエクステみたいにさシールエクステみたくするから。リエさんありがとう。エクステつけたいな。短いんだよね本当に。高校生になったら髪染めてみるの。でもなんか友達がなんか夏休みとかに染めてたんだけど、なんかその子は別に傷んでるって言っても傷んでなかったんだけど、なんか結構傷むって聞くからどうなんだろうって思ったりしちゃったり。染めてみたいけど、でもなんかさほとんどさ生きてきた中で黒じゃないですか。黒だからさ、ずっと黒だからなんか見慣れないっていうか、なんか自分が茶色とか、 なんかそういう違う色になったのを想像しただけでなんか、あ、なんか変だなって、なんか合わないなって思っちゃうから、どうなんだろう。なんか黒がやっぱ似合うっていうか似合うって自分で言ったらあれなんですけど、楽しい場所だった、面白かった、本当にみんなの全部見てるからコメントありがとね、嬉しかったよ。60個ぐらい、60件くらい来てて嬉しかった。うまかく、スパイクさんありがとう。ピーポーの幸せそうに食べる姿を待ち受けにする、嬉しい嬉しい。最近気が付いたことを早くピーポーに伝えたいな。なんだろう、聞きたい。ディディの歌すんでるのか。ディディでもいいじゃないですかダメですか。ディディってもうなんか私のことも好きになってくれてたら全然私はいいと思うんですよね。何がダメなんだろうって思っちゃう。なんかでも確かにずっと自分のこと好きって自分だけを推してたのに急にディディに、ディディってかみんなのこと好きになっちゃったら、あ、悲しいって思うけど、でも別にね、その一番最初からみんなのこと箱推しですって STU のもうグループ自体がいい人だって思うんですけど、私それで私のこともトモチャイムで達成21万ポイントお願いします、達成したい。グループもいかがかして、嬉しいよ。お嬢さん、吉宗さんありがとう。STU可愛くいっぱいいるけどみこもいない、大忘年会なんて、てん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 。しむねさん、まゆひなさんありがとう。みぽんがいなかったらみぽんが指名する子を応援しましょうか。いやー、それは応援する子は自分で決めてほしい。もうね、それはね、私がね言っちゃうことじゃない気がするので。なにはたさんありがとう。中学生の1年半はとても長いと思う、たくさん待ってね、ありがとう、優しい言葉を言ってくれて。確かにすごく人間として成長できた1年半だなって思っていて、人としても成長したし、なんだろう、誰ことをやらせていただいたことが嬉しいっていうか、なんかすごい初めての気持ちっていうか日本語難しいんだけど。ふにしかさんありがとう。ブリーチしなくても痛む人痛んじゃう、だよね。なんかなんだっけ、普通に何もブリーチとかしずに、もうなんかちょっと焦げ茶ぐらいならなんか入るらしいんだけど、色見え、ちょっと知識ないんですけど、だけどなんかもうめっちゃ痛むみたいな。めっちゃ明るくしたし、金髪とかいっちゃう。でもなんか自分髪の毛切るまですごく毛先の方がめっちゃ痛んでて、
そうだからもうそれもあって切ったんだけど、結構毛先、多分みんなんて言うんだろう、このここの毛先らへん、なんかここまではね多分綺麗なんですよ。けど、あ、綺麗とか自分で言ったらあれなんですけど、ここかららへんが結構枝毛になったり汚くなっちゃう、なんか バサバサ、なんか筆で言うとさ、習字の筆で言うとなんかこうやって床にさ、床に紙にこうやってやったらブシャってなるじゃないですか。それみたいな感じで毛先がちょっとやばいんですけど、今ストッパーかけてるからまっすぐだけど、谷鹿さんありがとう。ゆっくんは暗闇に合う暗闇好きです。本当ですか？なんかなんだろう、なんかみゆ昔っていうか、ここ最近までなんかもう無理だなって思ったからやめたんだけど、なんて言うんだろう、儚い女の子になりたくて、友達とも話してたんだけど、話してたんだけど、なんか消えちゃいそうな、なんか透明感がある儚い女の子になりたくて、そう、あの儚い子って大体黒髪なんですよ。黒髪か焦げ茶ぐらいとかだから、あ、ぴったりやんと思って頑張っちゃってたんだけど、儚くなれるように儚いメイクとか儚い服とかなんかいろいろ調べてやってたんだけど、全然もうなんか難しくて無理でした。儚くね、消えちゃいそうなかな、フヤンフヤン系、フヤンフヤン系になりたかったんですけど。 V フォントさんありがとう。566日毎日配信ありがとう。こちらこそありがとうございます。こんなにね続くと思ってなかったよね、ママ。てかミュウも配信頑張ったけど、でファンのみんなも見てくれることに頑張ってたと思うんだけど、一番配信を頑張ってくれてたのってママだと思ってて、ママが一番朝とか配信しないといけない時起こしてくれたり、ママが一番なんて言うんだろう、配信しなくていいのとか、あの気にかけてくれてたのがママだから、ママに拍手。ママありがとう。ママありがとう。ママに、あ、テロップ書くの忘れてた。まだねショールーム初心者なんで。リプイーヌありがとう。こちらこそ。あのミユのピン止めまだしてない方は、ミユのピン止めしている X にピン止めしているミユの好きなとこだかってやつにコメント書いてくれたらいいねしてるので、ぜひ。今年中にやっておきたいことはなんだろう、あ、でも冬休みに入ったら今年こそはあのちょっと早く宿題終わらせたいですかね。宿題あるの？宿題あるんじゃない、冬休みないのかな、わかんない。でもありそう、うちの学校スパルタだから。あとなんだろう、あとライブに行ってみたい。でも今年中に行けるのかなって話なんですけど。え、3期のライブ3期の、いや普通にあのね、他の、いや違う違う、3期だけじゃなくて STU のライブに行きたいんだけど、行けるかな。みんなと応援する一人で、あ、そう、ファンのみんなと一緒に行くって。でもなんかさ、コールとかわかんないからさ、だけど、あ、わかるんだけどわかんないから。じゃあ客席におるってこと超絶かわいいリアチューとかしかわかんない。誰に行きたい？かなちゃんとリアチュー推しで行きます。あとヒータン、あとサチタン、みんな3期みんなです。みんな大好き。エメさん、オナピーありがとう。カズさんありがとう。手ぶらしまんなかった、ね、みんな配信とか公演とか見れない人生じゃないの。それな、みーもみんなとさ、もうこうやって毎日のようにしてた、なくなるって考えちゃったら悲しくてやばい。個人で？あ、なんだろう、アイドルじゃない枠になるけど、あるよね、なんか一般ライバー？あ、そう、一般ライバーで。フランス人さんありがとう。
DD 容認発言 JC と思いの広く心を教えていただきます。 DD の方ってそんなに悪いことなんですか？いや、まだ知識がないからあれなんだけど、 DD でも自分のことも好きって言ってくれてるなら全然私はいいなって思うんですけど、ダメですかね。あきらさんありがとう、アルプスの牧場さんありがとう、かにしかさんありがとう、はいさんありがとう。ミュー卒業したら僕は3期誰を押すんだろうって思ってたけど、ミューがいいです。いや、ミューに しときましょう。ミューがいなくなってもミューのことを押しときましょう。はいさんありがとう。年末のコンサートで隣にいたらよろしくね、よろしくお願いします。師匠って呼ぶ、師匠お願いします、弟子にしてくださいって言って一緒に受けて応援して、だけどダイバーサイバーファイバー、あ、分かんない分かんない分かんない、なんだっけ最初見てなかった。M さんありがとう、リオさんありがとう。推しのなんか掛け言葉なんだっけ、ちょっと一回感情見よう。13位ボヨン星人さん、12位ニシさん、ちょっとエアコンうるさい。13位プラセージさん、12位西さん、11位リッチーさん、10位カニシカさん、9位マクユライさん、8位マイヒナさん、7位プチトマトさん、6位ヨシムネさん、5位マルトモちゃん、4位スバル、3位ゼロさん、2位アナピー、1位はリョさんでした。配信に来てくれてありがとう、また明日見に来てください。カニフメさんありがとう。それじゃあまた明日も配信見に来てください。わーおタイガー、ファイバー、ダイバー、バイバー、あ、違う違う違う、タイガー、ファイバー、ん？実はママさんのファンでした。いいこと。いいこと。あ、一般ライバー。一般、ん？ママのことだよ。何が？違う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 。エムさんありがとう。タイガー、ファイバー。何？わかんない。タイガー、ファイバー。それまでにマスターしたら。マスターしとく。うちわも作って